はようございます。今日は1月5日の木曜日です。ね、ちょっとミルクさんのこと考えてたっていうか、あれですね、マコナリ社長、社長退任って言ってますねなんて。ね、すごいなんかなんかこのもう朝のはなんかすごいもう適当なんでなんかあれなんですけど、マコナリ社長って知ってます？皆さん、YouTube でなんかなんて言うんだろう、自己啓発じゃないけど、プロね、ね、びっくりしたよね、プログラミングの、スクールをやってる、若い社長さんなんですけど、めっちゃ面白いんですよ。でそのジャンルとしては、中田さん、オリラジ中田さんとか、ああいうなんか大悟とか、まあ、ああいう系統の、私ああいうの好きだからので、そういうの見てたら、前にね、コロナ前ですよね、傾向で多分出てきたんだと思うんですよ、私の見てる。でなんかね、そうなんです。それでなんか結構なんか、いや、そんなに深くすごいファンとかいうわけでもないし、なんかでもすごいイケメンなのにすごい社長で、でなんかなんていうのかな、絶妙な ポジションにいますよね。なんかすごい笑わせる人でもないんだけど、YouTube とそういうのは結構、ね、練りに練って撮ってる人で、台本バッチリ作って、でいろんななんか絶対この季節買うべきことみたいなやつの時もあるし、すごい真面目な勉強、もう超真面目な人ではあるんだけど、面白い人なんだけど、なんかそれでそれをたまたま見てたら、そこまでなんかその多分でもまだ33って言ってたかな昨日。だから結構若い方で起業したい人とか、すごいなんかファンの人いっぱいいるんだと思うんですけど、そのマコナリ社長のなんとなく、それこそ家事やってる時とかに聞いてたら、あれコロナ前ですよね、コロナ多分コロナ前ぐらいにたまたまなんか新しいことやりますっていうのが出てきて、あれかな、もう一つなんかもっと真面目な方のなんか配信やってるんですよね。本当になんかビジネスマン向けっていうか、ビジネスマン向けでもないけど、なんかいろんななんかそれこそルーティーンの話とか結構かぶるけど、でもその方は岡本太郎さんの自分の中に毒を持てっていう本をバイブルにしてる人なんですけど、なんか面白いんですよ。それでそしたらその方が新しいなんか、それはコロナに入ってすぐぐらいから新しいなんかをやるって言って、で何やるかわからないんだけど、とにかくそれでなんか人生変わりますって言って、でなんかね、多分まあプログラミングのスクールがその人のメインの人だから、コンピューター関係なんだけど、でもそのビジネスマンが1年目とかの研修にもいいようなっていうか、こうビジネスマンのてか全てのなんかビジネスマンって、生きてる人はある意味ビジネスマンだから、全ての人に絶対役に立ちますって言って、で習慣をの基礎を作りますみたいな、とにかくなんかなんだかわかんないけどすごい面白そうと思っちゃったんですよ。となんだか私大体なんか申し込む時って私じゃない、なんかうっかりなんて言うんだろう、うっかりしてる時になんか手がみたいなことが多くて、そのマコナリさんのもなんで申し込んだのかわかんないんですけど、まあちょっとコロナだったんで、時代がそので初期だから、あんまり外にもみんながこう出なくなってて、いろんな流れもあってなんかやれると思ったんですよね、時間的に。でもそれが結構毎日朝晩オンラインでつないで、なんかなんていう講義っていうか、講義じゃないね、すごい自分でワークを、みんなでワークをやるみたいな、何やるかさっぱり分かんないんだけど、かなり時間が束縛されて絶対全部出席しなきゃいけないとか、そういうやつで
でな、本当に謎なんだけど、なんでそれに申し込んだのか分かんないし、しかもビジネスマンでもないし、ビジネスやる感じでもないし、会社にも所属してないのに、これなんかワンチャンスと思ったんですよね。そしてそれに申し込んだら、それは4人グループで、あのもうその時200人以上多分申し込んだと思うんですけど、4人ずつのグループになって、あ、4人じゃないや、違う、全然違う、もっと8人ぐらいだったかな、1クラスみたいになって、その中であの毎朝メンバー、その中でメンバーチェンジがあって、こう1対1であの朝活と夜活があって、なんと入ってみたら、それで朝7時からまず絶対みんなあの会社に行くなり、その頃だとあのなんていうの、あのテレワークの人もいるかもしれないけど、その会社に行く前にあの0秒思考ですよね、なんかそのなんか、あと1分間瞑想っていうのと0秒思考で頭の中のあのもの全部出すとか、そういうのをやってから、なんかそのペアの人となんか、なんと今日私はこれをやるみたいなのを言って、じゃあ頑張りましょうって言って、あのそれぞれ別れるみたいなことをね、1ヶ月ぐらいね謎にやってて、超バチがいいだって、私なんかもう見るからにバチがいいだし、でなんか何のビジネスもしてませんみたいなだったんだけど、そのなんとそこでミルクさんに会ったら、話が長いっていう、でミルクさんも相当バチがいいだった、お互いバチがいい同士で、そうなんで、何がそれがすごいって、でもなんか面白かった。で本当にそれで私はこの朝の瞑想をするピアニーノに、それやってなかったら絶対にやってないっていうか、そのアイデアもないし、そこで朝1分間瞑想するっていう、でそこに朝1分間瞑想したいビジネスマンが200人もいるんだっていう、この驚きと、そうなんか、そのなんか、だから瞑想ってちょっと表に出せない言葉だと思ってたんですよね。なんかちょっと宗教チックとかじゃなくて、なんか本当になんか今の世の中のなんか第一線っていうか、これからの未来をみたいな、で普通にこうなんていうの、今の流行りが好きな子たちが朝瞑想ってこんなやるんだっていうのにまずびっくりしたのと、やっぱりその朝7時から必ずあのそのマコナリさんがあの結局、まあ、サクセスしたわけじゃないですか、大きな会社でね、会社を作って、でそのサクセスし自分でねやった時に、一つやっぱりそのそれまでと成功していく道に乗った時のその大きな差っていうのが、その朝方に変えて、それで朝活を、でなんで朝活をするかっていうと、持続させるために絶対にその他人が必要っていうか、誰かと待ち合わせをするっていう、その例えばカフェに何時ねとかって朝6時に1回会おうって言って、で遅れたらおごるとか、なんかそういうちょっとゲームみたいにしてやることで、誰かがそのモチベーション下がってる時にあのいい感じの人が必ずいるから、こうチームでこう引っ張っていかれるっていうので、あのやってたのが絶対にいいっていうか間違いないということで、そのまずはそのでもその夜は8時から本当にビジネスのなんか報告書の作り方とか、なんかその、以前のねちゃんとしたこうコミュニケーションスキルとかなんか全部忘れちゃったけど、そういうのすごいやって、なんか面白かったんですよね。なんかいろいろ考え方とかね、あのロジカルに考えるやり方と か問題解決法とか、あの具体と抽象とか思い出してきたけど、なんか物事を解決するのは結局具体と抽象を行ったり来たりすることで、一回こう漠然としたこう俯瞰した視線で物事を捉えるっていうことをして、そこから今度グーってこ、ま、あの細部に行くっていうのをどっちかやってるっていうか、そのどっちかで、まあ、そういう話とかやってたんですけど、まあ、役に立ったかちょっと分かんないけど、でもあれがコロナ入ってすぐぐらいだから、なんかで
忘れてたんですけど、昨日そのマコナリ社長がその、DIV っていうねプログラミングの会社をあの社長退任しますって言って、夢があるからって言ってっていうのを見て、ああなんか結構私あのこの人のおかげだなってすごい思ったっていう、でミルクさんに会えたのはその人のおかげだなっていうのを思ったっていう話でした。なんかだからやっぱりね、何が何につながるか分かんないから、冷静に考えたらあのその時私だってやんなきゃなんないこといっぱいあったし、ピアノのこととかもいっぱいあったし、でそんなに安いお金ではないし、わけが分かんないんですよ、それを申し込む意味がないんですけど、あの私の、我知らざる我じゃないけど、やっぱりねそんなことばっかりっていうか、そのもっと全体を知ってる私はもう一択でやれなんですよね。でなんかそのそこでそうエゴとか思考でつべこべ言わず、そこに時間とお金をって、まあそんなすごくはないけど、でも私それまで別になんかなんていうのかな、遊んでたわけじゃなくて、めっちゃ充実はっていうか、充実しすぎっていうか、いろんなことやってて、それで結局その邪魔されない時間っていうのが深夜だったから、12時から3時とかその辺が一番なんか集中できるっていう感じで、今でもその時間好きですけど、でそこの時間が絶対私はなんか夜型だと、まあ本当に多分なんかあのタイプがあるじゃない人に、で私夜型だと思うんですけど、どう考えても、で私はそっちだからもういいんだと思って、夜にできるだけやるって言って、で明るくなる前には寝るみたいな風に決めてて、それでだから本当に明け方とか寝て、でまあちょっと何時間か寝て起きるみたいにやってたんだけど、それ以外動かせないと思ってたんだけど、それに申し込んじゃったから朝7時にそこのオンラインでなんかやらないと、1日でもダメになったら、1日でもあの欠席したらなんか何もなんかペナルティーはないけど、なんか一応なんかそういう証明書もらえないって、別にもらわなくたっていいんだけど、別にどこの会社にも所属してないしなんだけど、でもなんかそのじゃあ休まないっていうのが一応みんなのなんかモチベーションだったから、それでだからやっぱり徐々にとか少しずつなんか変えていくって無理なんだと、無理っていうかよりもうスパーンってある瞬間だから、その日に切り替わったんですよね、ある意味ね。そんな話っていうか、でそれがまさかのこんなピアニーノにつながるって思わないじゃないですか。しかもそれを言ったのがまた ミルクさんで、ピアノのそこのね、そのなんていうプログラムだったか、プログラムとも忘れちゃったけど、そのマコナリ社長のそのあれで、朝その1分瞑想するってしてから0秒思考やるっていう時に、その1分の間に、なんか多分バックミュージックみたいなのかかってたと思うんだけど、それの話かなんかミルクさんがピアノの音で瞑想してみたいってね、多分ポロッと言ったんですよね、ミルクさんと1対1の日があって、でなんかね、それがなんか面白かったんですけど、そのなんかそのビジネスマンの中の場違い2人がなんかちょっとねなんかホッとするみたいな感じで、それでなんかね、そうで言ってくれて、と思って、そんなこと思う人いるんだと思って、そんな需要がこの世に1人でもいるっていうのがもうびっくりで、でなんかやってみようかなと思って、そこからでも本当結構つながったってですよ、この朝のこの企画がこうなったのは。そこから私その時はピアニーノこの世に一切出してないから、もう私の宝物って感じで、老後まで2人でなんか静かに、老後までっていうか最終的になんかどんなに落ちぶれてもピアニーノだけは手放さず、なんか静かに生きていこうねみたいな感じだったんですよ。でその時は普通の現代のピアノで1日1分っていうのをはなんか私のなんとなくこう決めてやってたから、じゃあ
ピアノでやるのかなって思った時にふと、あ、瞑想だったらあれ、そのピアニーノは外に出しようがないっていうか、なんか現代の曲とかあんまり合わないし、多分これこのキャラっていうか近くで耳を傾けてピアニーノのなんかこのなんか動物っぽいのかわいいねとか言ってくれる人がたまにホームコンサートとか来てで聞いてもらったりめでてくれるっていうのがもう限界っていうかそういうものだなと思ってたけど、あの瞑想とかだったら別に雰囲気だからピアニーノでいいんじゃないってなって、それであのそっからちょっとずつ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 考えて瞑想するピアニーノっていう名前にして、そして世間を洗脳していった世間ってちょっとですけど、なんかそしたらなんかだからオンラインで通じるわけもないと思ったけど、なんかねあのピアニーノのことが好きって言ってくださる方がいたりしてこうなりましたっていう話ですね。なのでやっぱり予定調和でこうなってこうなってこうなるって思ってこれをやるみたいなのは本当に浅はかっていうか面白くないから、大きく逆方向だった私がそのプログラミングのところのビジネスなんかに申し込むってなんかもう逆に触れてるようなことじゃないですか。だけどそっからそれが一番ピアニーノの任務は近道だったっていうオチなわけですよ。だからやっぱりなんかあんまり短絡的にこの意味はとか思わなくても、あとだって考えようによっては無駄しちゃったっていう人もいるかもしれないじゃない、なんだかわかんないけど申し込んでみたらやっぱりビジネスだったみたいな、そしてなんかビジネス思考なんていうの、論理思考とかなんか上司になんかどうやって上手に報告するかっていうのとか、なんかでもなんかそのクライアントにその自分のアイデアを説明するときにどうやって説得するか、まあ役には立ちますよね、だけどとかそういうのとか、なんだか当たり前だけど私には関係なかったって言ってお金を捨てたっていう考え方もあるかもしれないけど、絶対に返ってくるぞっていう感じですね。なのでなんか そういう感じでやっぱりその大きな流れを信頼してやっていこうかなって思ったんですけど、その時それ全部忘れてたんですけど、昨日のまこなり社長で思い出して、なんか遠くからなんか ありがとうございますとかって、まこなり社長ありがとうございますとか思ったっていう話ですね。でなんかその方はもう会社すごい大成功してるんだけど、なんかまあ変わってるんですよね。でなんかイケメンでそういうなんかすごい YouTuber で大成功してるけど、そういうなんかちょっとチャラい感じの人たちとは馴染めない感じの人で、結構一人一匹狼的な人ですよね。それでなんかまあ、別に説明しなくてもいい、社長降りた理由はなんかすごい真面目に説明動画とか上げてましたけど、誰かになんか追われなんていうたまにねある社長をこう追い出す退任劇みたいな、そういうことでは全くなく、で今これからもサポートするけど、会社が成長して、ベンチャー企業がこうなんていうのかな、もう何もないところからこうみんなでゼロイチを立ち上げてっていうのって、もう最初カオスのところをみんなでやって、でそれをが軌道に乗って大きくなっていた時の悩みっていうの、あそうなんだなと思ったんだけど、あらゆる会社がそうだと思うって言ってたけど、その初代社長の悩みじゃないけど、その安定しちゃった時に会社に求められるということは、その変な冒険をメインにすることじゃなくって、やっぱり今の事業を01じゃなくて1を大事に育てて10にする、10を大事に育てて100にするっていうことを求められて、でその時にその自分は適任じゃないと、で自分のなんか魂が喜ばないとか、あ本当
弥生さんもマコナリ社長の YouTube つい見てしまいますとか言ってるけど、なんか可愛い、でも私とかなんかもう息子のような年だと思うんですけど、そうなんですよね、そのなんか面白い天然、ちょっと天然、だいぶ天然らしいんですよね。そこもなんかあれだけ優秀だけど忘れ物ばっかりしてるとか、物なくしてばっかりいるとか、なんか時間に遅れるとか、なんか面白いんですけど、でなんかだからなんかそのもうちょっとその冒険がしたいってことですかね。だからなんかそのやっぱり岡本太郎の自分の中に毒を持っての自分のバイブルに立ち戻って、もう一回なんか新しいことをやりたいって言ってましたね。それでやっぱりその思いがけず、なんかね、その YouTube も最初は会社がもちろんね必死でやってたんだけど、すっごい今日マコナリの日になっちゃった必死にやってたんだけど、会社があのちょっとあのそれでいろんな人にちゃんとこうなんて依存し、依存じゃないや、いろいろ育てて幹部を、で自分がいなく、例えばなんかで急に倒れたりしても、あのちゃんと回るようにこうして、そこが軌道に乗った時に余力ができて YouTube をやり始めたら、まさかのっていうか、まさかでもないかもしれないけど、計画通りかもしれないけど、すごい大当たりして大人気になっちゃって、知名度が上がって、それは会社にもあのいい循環になったんだけど、今度そこを使ってっていうか、そこでもっと試したいこともあるし、なんか多分起業するんですよね、きっとね。なんかでも33って若いなみたいな、すごいですよね、うん、そんな感じですけど、なんかね、まあいいんですけど、こんな下々のおばさんも影響を受けるというっていうか、そんなことですよね。何がどうなるか分かんないですよね。わらしべ長者じゃないけどね、志保さんがコンフォートゾーンを超えたところで成長ですねって言ってますね。そうですね、コンフォートゾーンを超えるのってなんだか分かんないとか、居心地悪い、居心地悪いですよね。だから癒しとか、なんていうのかな、なんかそういうなんか違和感を避けて、楽っていうか、その私、軌道にとかね、よく私言うけど、あと違和感がないとか、それもそうなんだけど、そのちょっとね、矛盾するように聞こえるけど、それだ、違和感があるところが軌道ってことがあるんですよ。大きく見たら、エゴ的には違和感があるけど、俯瞰して神の目で見たら、それがエゴっていうか、そのだからそのね、えっていうのをやるっていうのって、全体に恩恵があるなとか思う。だからまあ冒険した方がいい、あ、まあそれタイプですね、それはタイプだから、私もどっちかっていうと安定してるとつまなくなっちゃう方だから、まあね、そういうの見ちゃうというか、かもしれないですけど、まあね、なのでまとめなくてもいいっていう感じもあって、だからなんかこれも、その朝のこれも前回というか、一回中断した前までの時と今と、なんか全然多分違うんですよね、私のスタンスは。で前回はやっぱりその01、それこそ01だから、それを軌道に乗せるっていうのと、なんかまあいろいろね、いろいろそれ自体に、それやること自体が結構目標だったんだけど、これは今回はもう完全に、なんだか分かんない方向にしたいっていうか、なんだか分かんないところをこう、なんだか分かんないままにしておきたいから、わけ分かんない、昨日も思って、今日こんな話すると思ってなかったから、昨日も思ってたんだけど、これはそれでいいんだと思って、今回はだから聞いてもしょうがないですよって言おうと思った。いいこと言うっていうのも、まあいいこと言おうとしてたわけでもないけど、そういうのでもなく、まあ日記みたいにこういう器を置いとくと、なんかなんかそう、余地を残しておきたいみたいな感じですかね、これはね。ということで、なんか全然なんかちょっと
やってなかったという。じゃあちょっとさっとやって終わりたいと思います。お願いします。ありがとうございます。Thank you.
ありがとうございました。なんか面白かったなんかね、ちょっとっていう感じでしたね。ちょっと誰みたいな感じでしたけど、なんか来ましたねという朝でしたね。今日不思議な感じであれでしたけど、面白かったな。面白か、私が面白かった。だからこれでいいんだと思う。こんな感じで、その感じですね。その時の日記です。これ日記、もうブログ書く暇なかったらこれでみたいな、その私がね、私のためにね、っていうと多分後で分かるんですよ大体が。なのでそこら辺ですね。だからなんか何重にもなっててね、その私が好きだからこれやるみたいなのってものすごい浅い話で、私って言ってもいろいろあって、そう、例えばピアノとか好きだからやるって言ってることってこの一生で一度もないっていうか、もう常にやめようとしてるって感じなんだけど、そのでもまあ嘘じゃないのは、どっかがどっかでこう喜んでるっていうか、何としてもやろうとしてるみたいな誰かがいるんですよね。誰かっていうか、だからそれは表面な私ではないんですよね。だからそういう感じで分かんないんですよ、そのそんな感じなので、そこら辺がそのだから喋ったりとか、まあ、この朝だと喋ってる私もちょっとなんかあれが薄いので、自我がだからそれもちょっとだから日記的に面白い。私が何口走るか私が分からないっていう、それもあってなんかこの場が面白いなって思ってるのと、完全に自分のためですね。なんかそういう感じなので、そんな感じです。ということで、終わりたいと思います。今日は1月のまだ5日だ、1月5日の木曜日です。もう出かけますね私は今から、という感じで、そうですね、今週ももうね、あと1日もうお正月気分もね、だんだんなのかしら、わかんないけど、ということで、今日も一日、良い一日にしていきましょう。なんか変な言い方になっちゃったけど、では、素敵な一日でありますように。ありがとうございました。お付き合いいただきました。ちょっと終わります、すいません。じゃあね、失礼します。ありがとうございました。なんか触っ